試合始まりましたね、稲垣さん。はい、これ有効面どこなんですか。有効面は、まあ、大体ベストを持ってって今銀色のところが、はい、有効面になってます、はい、そこを突くとポイントが入る。はい、銀色のところが電気を通っているところなので、うん、そこをポイントを突くと電気が、はい、電気板が光るっていう感じになってますね。なるほど。金選手最初からすごい攻めていきます、ね。はい、独特なスタイルなので、まあ、自分のなんかスタイルを貫いてほしいところなんです。開始6秒で3点。はい、すごい早い。15本勝負なので、まあ、焦らずこっちも行ってほしいですね。選手相手の隙をついた選手、ナイスポイントです。この白いランプは点は入んないですか。はい、白いランプは、有効面外となってて電気が、はい、通ってないので、はい、でまあ、白いランプでポイントも、うん、あのつかないです。先ほど説明した有効面以外をつくと白いランプが光ってポイントは入らない。はい、そこです。なるほど。ナイスアタックです。いやー、いいですね。伸びがすごいですね。はい、剣を直してというところですね。曲がってしまったというか、はい、金選手が剣を払ってできましたけど、相手の有効面以外をついてしまったので、はい、得点が入らない。うまく相手に合わせましたね、今のプレー。はい、志賢選手、相手の隙を突くのがうまいですね。そうですね、さっきのも相手が来たのに対して、はい、相手より早く手を伸ばして突いたので、はいはい、相手よりも早く攻撃権を持ったということで、はい、得点になりました。素晴らしい。野口選手、志賢さんの隙をついて、はい、剣を抑えて、はい、カウンターですね。これもうまく突きをついた点になりますね。普通には攻撃権というのがあるんですけど、前に攻めている今ウエイト式の選手に攻撃権があったんですけど、野口さんがこの突きをついて攻撃権を持っていない状態でシングルついたので野口さんです。はい、ナイスアタックです。さんが実験を持って、あ、結構これトリッキーの技で。そうですか。はい、野口選手が一回防いだように見えたんですけど、そうですね、そこをうまくかわしてつきましたね。剣直してますね。はい、曲がっちゃもんないですね。そうですね、結構
やっぱり成人男性の力になると結構曲がっちゃうことがありますね。そうですね。野口選手追い上げてきてますね。はい、ここからどういう展開になっていくのかが楽しみですね。そうですね。うまい、ナイスアタックです。これも今のは敷根さんが先に、そうですね、仕掛けたという判定で、はい、野口選手が入る前に、はい、敷根選手が素早く手を伸ばして、なるほど。で今剣を剣のね流れを直して、ちょっとフォローを使って頑張っていってほしいです。スキン選手、背中つきましたかね。そうですね、振り込みっていう技なんですけど、振り込み、これも一回振り込みやろうと思ったんですけど失敗して、ちょっと、はい、野口選手のカウンターでやられてました。最初の動きが速いですね。はい、本日野口選手には頑張っていってほしいです、はい、敷根選手うまいですね、はい、背中に最後も振り込んで試合終了、15対8で敷根選手の勝利。